立憲民主党の落合陽次氏、公認取り消しを発表ということなんですね、立憲民主党の枝野幸男代表が2日ツイッターを更新し、7月の参院選に同党からの出馬を予定していた弁護士の落合陽次氏の公認取り消しを発表した、枝野氏は、落合氏の SNS における一連の発信について厳しいご指摘をいただいています。ヘイトスピーチは許されません。落合氏を一旦公認していたことについて、ヘイト対象とされた方、当該投稿を見た方、党にご期待いただいている方、すべての皆さんにお詫び申し上げますと謝罪をしたんですね、じゃあこの落合さん一体どういうことを言ってたのかというと、これただ落合さんの意見を言うだけですからね、国家間の約束も守れないことを棚に上げ、日本を敵視しかできない、ごろつき三党国家韓国とは国交断絶も視野に入れるべきだろう、でまた別のツイートでも、ごろつきと、三党国家というのがありですね、まあ、だからそういうことですよ。そうですね、ごろつき三党国家っていう、韓国のようなごろつき三党国家の大使館が港区の中心部にあるのが目障りだし迷惑っていうのを書いてるんですね、確かに港区の中心のいいところにあるんですけど、あと国交たちっていう、あとこれ飛行機だと思うんだけど、機内で隣に韓国人らしい母子、母子がいて、男の子は2歳ぐらいで、若い母親は反日っぽくて、これがこれから反日の道を歩むと思うとちょっと悲しかっただから子供がこれから反日になるんだろうなと思ったから悲しかったなっていうツイートをしてるって だったらお前なんで立憲行ってるんだっていうだから何しに行った自民党にもいないぜ、自民党にもいないですね、こんなむしろあれじゃないですか、日本第一党とかの本当にもうこんなんいないよ、なんで立憲行ったんだよっていやこの韓国のようなゴロツキ三党国家がっていうのは、あの桜井誠さんが言いそうな言葉じゃないですか、そう本当にいやなんかね、ここまでのことってツイートしないよね、俺たちだってゴロツキ三党国家とは書かないよね、書かないですね本当に、なんでこんなこと書いたんでしょうね、すごいね、そこで枝野のところから出るっていうのもまたすごい話だよね、スパイじゃないですか、スパイなのか、なるほどね、立憲から出て、っていうトロイの木馬トロイの木馬潜入させてっていう、なるほどね、すごいな、脇甘すぎでしょ、でもこんなツイート消せよな履行するならなんで本当に立憲に行ったんだっていう方でしたね、そうですね、秋葉久美さん、こんばんは、昨年夏に北海道に引っ越しました。同知事選がありますと、北海道の問題点は何があるのでしょうかと、また新都大地はどう思われてますか、可能であれば教えてくださいと、まあ、あの石川さんっていう、石川さん、そうですね、石川さんは、まあ、小沢さんの元秘書で、そうですね、まあ、陸残海事件等 で、ね、はい、あのしょっぴかれまして、そうですね、結局あの公民権停止になって前回の衆院選で、自分が出られなかったから奥さんを立てて当選したんですよ、そうですね、中川優子さんっていう、ライバルはね、中川翔一さんの奥さん、対、石川さんの奥さんっていう、そう、奥さん対決を制して、石川さんがまあ取ったと、で今回 の、そうですね、北海道知事選ではまた今回は公民権停止が解けた石川さんと、対抗馬、そうですね、まあ、元夕張市長かな、そうですね、の戦いということになってるんですけど、この石川さんっていうのは北海道独立宣言みたいなやってるんですよね、これまあスローガンですけど、を出して、まあ、野党の方たちに応援されてると、もともと赤い大地の赤いグループみたいな、ね、そうですね、まあ、その方針はまあ分かるというか、やっぱその補助金付けというか、そういうなんか中央から金持って引っ張ってくるものに依存しないという、そういう理念であれば、まあ、賛成するし、そうするべきだと思うんですよ、だって北海道ってあの土地に500万人いるわけですから、もう独立国家並みのポテンシャルがあるはずなんですけど、まあそれをこうせずに、まあ、中央依存の体質っていうのがあるので、まあ、ちょっとこうなんていうかな、北海道をしっかり自立させられるような人をこう知事にしていただきたいなというのはあるんですけど、ただやっぱあの自民系統にしたところで、それはやっぱり中央との癒着が深くなるじゃないですか、でも難しいですよね、そうですね、第三極って言っても北海道だと難しいですし、もともと赤い中で、
赤い中で石川さんはそっち系だと思うんですよ、うん、でそういう人が独立って言ったら、はい、逆に、日本から独立して、うん、他の国の勢力をもっと入れたいみたいな感じに取れてしまいますよね、うん、そうですね、小沢さん系統ですからね、うん、はい、最近の自由党というか小沢さんが、はい、沖縄でも北海道でもこう多分あ動いてね、うん、動いて暗躍してるでしょはい、いやいやまだまだ現役と、そうですね、まあ、あの陸山会事件の時に小沢を守るために、うん、彼らが秘書3人逮捕ってされたわけですから、うん、その石川さんだから、まあ、小沢は面倒見るんでしょうね、うん、あの石川が次に大物になれるように自分はやると、うん、その代わり今回は死んでくれということで罪をかぶったという感じに、まあ、通説では言ってますね、うん、そうですね、はい、まあ、今北海道だとアイヌ関連の話もあるので、まあ、法律作るってことは利権が生まれるってことですから、まあそうですね、まあ、アイヌ新法でさまざまな利権、はい、それなんか観光だなんだと、はい、文化継承だと、さまざまなところに またお金が使う、はい、まあ、ジャブジャブと使われていくのかなというのも問題だと思いますし、はい、まあ、北海道も闇が深いですよ。深いね。そう、いやただ、はい、北海道って広すぎるので、うん、その札幌の問題聞かれても、うん、帯広市民にはわからないっていうのもあるんです。確かにね、うん、広いからね。だってあの本州基準でいうと、うん、他県ですよ。まあそうですね、普通に考えるとだと思います、うん、だから北海道って一概に聞かれてもちょっと困る部分があって、うん、北海道3つぐらいに分けてもいいぐらいな。そうそう、いや本当そうですよ。それぐらいありますよね、うん、はい、ただそういう分け方しちゃうと、うん、だって3つに分けて、うん、本当にあのうまいこと分けたとしても、うん、上の方きついですよ。何もないから上の方きついね、うん、寒いしね。そう、本当に寒いしね、うん、あの県庁所在地的なものが稚内とかになると、あ、確かに旭川入れても、うん、正直旭川もあんま何もないんですよ。はい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 、旭川超寒いしね。旭川もやっぱ内陸で、内陸でね、はい、うん、あるから、うん、で帯広っていうのはちょっと中心部でどっちかなっていうと多分、まあ、釧路側に入ると思うんですけど、はいはい、そっちもかなり厳しいんですよ。あ、厳しい、ね、となると、うん、まあ、地図上でいう左の方、はい、札幌とか函館、函館もあんまり良くはないんですけど、はい、札幌を含んだところは結局強くなるっていう構図になりますね。まあ、でも小樽とか函館とかも全盛期に比べると人口も減ってるし、うん、あの辺もやっぱり減ってるんだ、うん、伸び悩んでるっていう。札幌一人勝ちなんだ。札幌ですよやっぱり、うんうん、まあでも地方はやっぱそうで、九州でも福岡だけだからね、はい、そうですね、他は全部やっぱ減ってるという状況ですからね、うん、そうですね、はい、秋葉久美さんご教授ありがとうございますということで、はい、あの北海道の、選挙事情を教えて、くださいましてという意味なんだと思いますけどね、はい、お礼のためにも1000円払わなきゃいけないっていう、はい、すいません、いや確かにこれ、はい、この秋葉さんが、はい、ありがとうございますって普通のコメントで書いても拾えなかったでしょ、うん、拾えないですからね、うん、ちょっとこんだけたくさん今コメント流れてると、はい、白毛職人さんね、トロモニュースで見たいゲスト、うん、武田恒康 VS 玉川徹、うん、テレ朝のはい、はい、そうですね、はい、元号ということでね、百田直樹 VS 藤井聡あの聡さんですかね、うん、はい、都構想についてですね、常念司 VS 三橋、うん、高木さん、はい、デフレ脱却について、うん、武田教授と VS、大月教授エネルギースペシャル対談カズヤ VS カズマ、え、誰ですか、どこぞの国どこぞについてカズマさんっていうのは誰なんですかね、なんか、はい、いるんでしょうね多分、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ただあれですね、はい、これ虎ノ門ニュースで見たいのであれば、うん、ぜひあの DH の方に行っていただきたい、うん、あ、そう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 、これ我々に言われてもね、編成は僕には何の関係もない、マッチメイクする力がないんで、はい、はい、ぜひ、いやでもこれ出たら出たでちょっと見たい気もしますねどの組み合わせも、はい、水椎田さん、3月25日の虎八上田晋也が入ってない、どういうことですかね、うん、水椎田さん、言葉足らずで申し訳ないので、たまたま3月25日のトラハチ特集は若手論客を応援する企画ですよ。ああ、そういうことか、あそこに上田晋也が入ってないってことか、そういうことか、あ、なるほどなるほど、ね、理解しました、ありがとうございます。